はい、本名です。今日は韓国に来てまして、マッポっていう町の、ホテルに泊まってます。マッポっていうところは何があるかっていうと、市場があって、チャンジャとか韓国の市場だと一番ドーンとあるのは肉の卸だったりするんですよね。まあそれなんで、普通だったら今日朝撮って、まあ編集してもらって夕方あげるんですけど、まあそれできないんで、まあこうやって自分でホテルの中から、まだ5時で、いつもだったら4時ぐらいに起きて、まあ今頃本当はまあ歩き終わったか家の前に着くぐらいだと思うんですけど、海外に来てる時は歩かないんで、今こうやって YouTube 撮らせてもらってます。今日は何を言いたいかっていうと、まあ全てのことが運っていうわけじゃないですけど、商売するにはとっても運っていうのが大切だよっていうのを言いたいなと思ってます。この間僕ツイッターでも、ツイッター X ですよね、言ったんですけど、谷川俊太郎の20億光年の孤独っていうのをあれしました。まあどんな詩だっていうと、人類は小さな玉の上で眠り起きす、そして働き、時々火星に仲間を欲しがったりする。火星人は小さな玉の上で何をしているか僕は知らない。あるいはネギリし、キルルし、ハラハラしているが、しかし時々地球に仲間を欲しがったりする。それは全く確かなことだ。万有引力とは引き合う孤独の力である。宇宙は歪んでいる。それゆえみんな求め合う。宇宙はどんどん膨らんでいく。それゆえみんなは不満である。20億光年の孤独に僕は思わずくしゃみをしたってあるんですけど、この20億光年の孤独に僕は思わずくしゃみをしたっていうところを解説でこれ言ってるんですよね。題名の軽みはそのまま最終行のくしゃみにこうしているようだ。これを一種の落ちを見る人もいるが、自分ではそう思いたくない。当時の私はそれほど擦れていなかったはずだ。で、ここで書いてあって、それを読んで僕は、ああ、そうだなって思ったのが、何をそう思ったのかっていうと、まあ、運が良かったっていうか、まあ、親父の知り合いの三好達治が、この20億光年の孤独の前に、遥かな国から、序に変えてって書いてあって、ここで詩を一つ書いてくれてるんですよ。この詩を読んで、あ、この人の人生っていうのは決まっちゃったんじゃないのかなって思うんですよね。とってもこの三好達治の詩が、とっても素晴らしい。これ、20億光年の孤独って、まあ僕読んで、おっさんになって読んで、あ、本当に詩の中には、あ、若いからこんなことをなんかちょっと青臭く書けたんだろうな、なんて思う詩も載ってるんですけど、この三好達治の詩が素晴らしくて、この谷川俊太郎っていう詩人ができたんじゃないのかなって思ったりすると、まあ商売も同じで、誰に会う、誰に教えてもらう、誰に影響を受ける、どんな人に、どんな本と会う、どんな人生を送るかによって、その人の人生っていうのが変わってって、その人の生きてる生き様っていうのが変わってくるんじゃないのかなと思うんですよね。僕、昔一回谷川俊太郎さんとビデオを撮らせてもらったことがあって、谷川俊太郎さんの講演会みたいなところに行って、すげえなって思ったことあるっすよね。何がすごいかっていうと、かなり前向き。詩人だからなのかもしれないですけど、言葉っていうものに対してなんか責任を持ってるみたいな。例えば商売の時に本当にこの人とやって大丈夫なんかなって思ったりするのが、こう信頼関係なんだと思うんですよ。この言葉の信頼関係を作る、商売を生んでいくっていうのは、やっぱし行動もしなきゃいけないと。そのなんか行動と言葉の一致みたいのがないとうまく商売いかないし、結構本名くんの YouTube、スニーカー市場が、まあ、どうなってんのかっていうよりも、なんかこう、炎上させてんじゃないのみたいな人もいたりするんですけど、でも結構僕、なんか忖度なく言ってるつもりなんですよね。
例えば、まあ僕自分で言うのもなんですけど、始めた頃からナイキの並行輸入で儲けてたと。それでお金を作った。ずっとナイキさんにはお世話になってるんですけど、今のナイキ見ると、かなり僕ひどいことになってんじゃないのかなと思うんです。韓国に来て市場に行く前の時間があったんで、アウトレット行ったと。まあ日本と同じっていうか、まあ僕日本でアウトレット行かないんで、画像しか見たことないんでわかんないんですけど、それはそれはすごい在庫の量があって、タグからまた 25% 引きみたいな。なんかこう、芋洗いみたいに生活用品を売ってるみたいな。まあそういう風なブランドなのかもしれないですけど、僕がなんかナイキに求めてたのって、なんかそういったもんじゃなくて、これ履いてれば結構かっこいいよねとか、結構いけてるよねって思ってたんですけど、ちょっと変わったなみたいな。あ、日本でもやっぱしアウトレットの情報がいっぱいあるし、まあ韓国来ても、本当に実際見て、わあこれすげえみたいな。これやばいよねみたいな風に思っちゃったりする自分があったりして、こうナイキがこう引っ張んないと、今のところはスニーカーシーンが盛り上がっていかないんで、とっても感じるところがあるっていうか、商売はまあなんか人間関係大切なんで、皆さんも今日月曜日なんですけど、今日からまた新しい人間関係、今までの人間関係、一生懸命いい人間関係、まず多分挨拶からだと思うんで、おはよう、こんばんは、こんにちはとかっていう人生を送れればいいなって思います。じゃあ今日はこんな感じでよろしくお願いします。